入れ、骨折以上で済んだものに対してある部分の部分の部分的に振りかられ、でこちらがですね、今住んでるものに対して移しました。インクの値段っていうのも非常に大事なんですけど、やっぱりオフセットはオフセットもや安くするためには一部インクジェットにして固定のところをオフセットにするっていうのが、一番リーズナブルな装置。この3つのダイレクトメールが今回はフォースター6000というフルカラーフォースターのディスカーを持ってきたかったんですけど、ちょっと場所的にも変えなかったので、実際すり上がったものをですね、こちらのフルカラーの機械で加工するという点もつけて、ですから今度のフルカラーのロールはですね、実際うちの経営者でフォースター6000に使ったサンプルです。こちらがフォースター6000に使ったサンプルで、加工されたものがこちらのダイレクトメールで、実際ですね、この DM の糸は結構アメリカの昨今の薬局とかにですね、リテーラーのダイレクトメールで非常にこういった形式が多くなっていまして、実は CVS っていう会社の、薬局があるんですけど、そこの DM を真似して作ったアプリケーションです。この3つはですね、実はライフスタイルが違います。要は購買者の DM を送る先が多くなどのライフスタイルを3つにセグメント化しておりまして、1つはこれファミリー向けです。でこちらが、いわゆる若い女性、こちらは、赤ちゃんで家庭という3つに分けておりまして、デザインも全部異なるデザインで、中がですね、また実はこの、中のクーポンですね、こちらもですね、実はいろんな種類になっています。要はライフスタイルで3つ分けておりますし、中のクーポンの違いっていうのは購買履歴から分析してですね、そのお客様に最適な、クーポンをここに割り付けして印刷するというようなことをやっています。ですから、ちょっとしましたこういったダイレクトメール、日本ではまだあんまり多くないんですけども、こういった DM っていうのも、こういったデモンストレーションを、実際この店の方が、どういうことですけども、実際ここに縦ミシンと横ミシンがついてもらって、クーポンが簡単に引きちぎれるように、縦ミシンと横ミシンがついていると、折りですね、折りをして、実際ここまでをですね、インラインに。あちらにサンプルがございますけども、ここに今加工されたものが出てきて、ここはといえば今500m ぐらいのスピードで、中は左横こういったアテモスがあります。全部は乗っかってなくて、